ようこそ沖縄へ。 FM21 の放送は観光客の皆様にも喜ばれています。またきっと沖縄へおいでください。お聞きの放送は沖縄県浦添市前田マルサン業ビル7階のスタジオから24時間放送の FM21 です。日本の耳ぐすいやぬちぐすいのお時間でございます。こんばんは。いやいやいや、沖縄ね、今のこの高台のこのスタジオから見てますけど、もうなんか小雨が降ってるような煙ってるんですけど、これ降ってはいないんですね。これだからひょっとしたら隣の、 その中国から PM2.5 が来てるのかなと。もうね、さっきから目がしょぼしょぼしてます大変がするスターバスさあ今日はお久しぶりでございます。和田政宗先生、お迎えゲストにお迎えしております。ありがとうございます。お久しぶりでございます。アレッサンドロ・デルピエロちょっとサッカー風だったんで。いやいやいや、本当に懐かしいですよねはい、じゃあ今日またね、はい、アッキーちゃんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあもう政宗先生とね、もうフェイスブックいつもチェックはしてるんですけど、はい、もうね、こうなかなか遠くてお話しするもう機会がなくて、もうお久しぶりですけど、なんかいろいろと近況変わりまして、最近ほら、アメリカ大統領がトランプ大統領に変わりましたよね。はいはい、もうなんかね、なんかみんなあれですよ、世界中のマスコミがなんか、はい、もうマイナス思考でなんかトランプさんの足ばっかり引っ張ってますけど、僕はトランプさん大統領だって絶対日本国にも沖縄にもいいことが、ね、起こってくるというのが予想があるんですけど、いかがですか。国会の場から皆さんの興味はもうあれですね、うん、政治家と見るとトランプどうなのっていう。そうそうなんですよね。みんなこだよ、そこ、そこに関心が持たれてるっていうのも、はい、まあ、トランプの作戦だと。作戦だけど大成功ですよね。まあまあ、その点では大成功で、はいはい、まあ、ただ私から見ても、これ相当なんかやりすぎだなという、はいはい、直接的にやる部分っていうのはかなりありますけども、ね、はいはい、例えばその中東の国々の方々を入れないと、はい、まあまあ、これは私やりすぎだと思うんですが、その意図というのは、うん、結局その移民として、はい、期待をして入国してきたりだとか、はい、まあ、メキシコで国境のを越えて不法移民で輸入してくるんです、はいはいはい、ただそういった方々は結局チャンスをつかむ方は一握りなん で、はい、で貧困層になっちゃうんですよね。あ、そうですよね。で、結局そのなんというか社会のいわゆるその、まあ、底辺というのか、どう表現したらいいのかあれですけれども、はい、そういった部分で、苦しむっていうことであれば、うん、じゃ あのまず入れるっていうことを止めてしまえっていうような考え方だと思うんですけれども、はい、ね、整備をしてちゃんとした方を入れ、はい、ね、移民として受け入れようっていう、はい、まあ、その段階だと僕もだからいい方向で考えてるんですけど、いや、まあ、ですんで、メキシコにまあ国境の壁作るとかいう話なんですけど、はい、ありますけどね、メキシコの大統領が怒ってますけれども、はい、メキシコの大統領に言いたいのは、はい、国民がアメリカに逃げないようにもっと国を良くしてください、はい、ちゃんとしろ、そういうことそうですよね、元遅くですもんね、はい、足元ですもんね。ただ、まあ、トランプ大統領はやり方が直接すぎるんで、そう、直接的すぎるんで、これは批判はあの方はなんかすごいいろんな冒頭を投げて、ね、崩してからいろいろやりますよね。だからそういう意味では作戦すごいなと思うんですよ。はい、で、まあ、今週金曜日に日米首脳会談があるわけですけども、はい、どうもというか、まあ、いろいろな情報によるとですね、総理と、はい、トランプ大統領はやはり初めての会談がかなり良かったらしくて、はいはいはい、というのは、はい、まあ、もうこれもちょっと、まあ、FM21 さんなんでもう行っちゃっていいかなと思うんですけれども、はい、投開票日の3日前に官邸から、うん、はい、トランプ陣営に当選したら総理が、
お祝いのメッセージ お祝いの電話を直接かけますからということで連絡しようと、はい、前もってこれが良かったですって、はい、トランプの娘さんのトランプ大統領の娘さんのイバンカ夫人につながるルートがあってですね、はい、でまあそれでそういうふうなことを事前に打ち込んでおいて、うん、でトランプ大統領が当選しましたと、はい、大統領当選しましたと、はい、で、一段落ついたところで総理が電話をしたわけです、はい、でそうしたところ、うん、もうトランプ次期大統領は、はい、もう大喜びをして、それで、総理から南米で APEC があるので、はい、それでニューヨークに立ち寄ろうと思うんですけれども、うん、その日はトランプさんはいますかと言ったら、はいはい、トランプさんはいやいやいるよと、その時ニューヨークにいるからぜひ心臓自分の家に来てもてなすからっていうことで ああいう風なだから豪華な対面だったわけですね、はい、すごいな。そこでまずハートを掴んだのと、はいはい、あとまあイバンカさんルートでですね、はい、ゴルフバッグ、はい、総理が、はい、ゴルフバッグを持ってって、はい、まあ、初めその会談の時に乗り込んだわけですけれども、はいはい、あの情報も、うん、イバンカ夫人ルートで、あ、うちの父はゴルフの話から入れば気分が悪くなることはないからという情報が入ってたんで、こちら側からそのなるほど、キャディバッグを総理が持って、はい、でまたそこで打ち解けたわけですよ、ね、もう これが日本流なんで、回すと、回すと、まあ、いや、でもこれはすごい、だって娘さん掴んでるわけですから、それはね、最高ですよね、まあ、ですんで、だから新聞とかが、うん、もう全然トランプ政権につながるような人脈も何もないみたいな感じで、はい、初め批判したじゃないですか、はい、まあ、毎日新聞さんとか批判したんですけども、うんうんうん、私それ見た瞬間に、うん、あんたもっと取材しなさいよと私もね NHK でアナウンサーで、はい、まあ、記者業務もやってたこともあるんで、はい、でまあ、そういったものからするとですね、はい、まあ、だから知らないで書くのがですね、はい、どっかの地方の新聞みたいです、ね、あ、すいません、はい、沖縄県ですそれは沖縄県憶測で記事が来ますからねでもそうやって考えるともう、はい、最大の国益のために、はい、安倍総理はすごいでしょ、情報戦を、はい、トップリーダーまで、うちは、ね、日本国はすごい、はい、どっかのトップは国益にならないことばっかりやってますけど、ね、あ、いや、うちのなんか知事とかいう人は血税を使うのが趣味ですよね旅行ばっかりしてますけどですね、外交というのは、はい、そういうそのなんていうか、まあ、水面下でやるものも含めて、はい、そうですね、しっかりとこう段階を踏んでいかないと会える人にも会えないわけですね。だからどうやってトランプさんとああいう形で会えたの、はい、今情報機で、はい、なるほど、ですのでいきなりそのアメリカに乗り込んでって突進してって会わせろって言って会いませんもん、なので、はい、でまあ、それはどこの方とは言いませんけど、はい、いやいやいや沖縄県ですよああね、いやいや、やっぱり これこそやっぱりね、こう人との付き合い、はい、どうこの方といいお付き合いしていくかというリサーチですね、はい、いやいや素晴らしい、改めて見直しました、はい、はい、まあ、うん、ですんで、あれですよね、トヨタをその、はい、上げて批判をしたじゃないですか、はい、トランプ、はい、まだ大統領になる前ですね、前ですね、大統領の、はい、段階 であれはそのもうその次はどこのメーカーがターゲットになるんだみたいな新聞の書き方しましたけども、これは違うんですよね、はい、アメリカではトヨタイコール日本なので、はい、トヨタをこう、うん、に例としてあげて、うん、ボールを投げることによって、はい、日本はどれだけアメリカで雇用を増やしたり、はい、アメリカ経済に寄与するのかっていうことを問うてるんで、はい、そうですよね、で、まあ、これはちょっとまあ推測というか、まあ、言える部分と言えない部分があるので、はい、推測ということにしていただければと思いますけれども、あれはもう当然トヨタがメッセージを発するときには、うん、官邸と、うん、連絡を取ってちゃんともう、はい、道に打ち合わせをして間違いないですか、はい、こういうメッセージを返すということでよろしいですかっていうことも、はい、段取りがあくまで推測ですけど、はいはいはい、そうですよね、そういうことがあってやっていく形なので、はい、外交というのは、はい、そういう積み重ねをこうやっていかないといけないわけですよ、ね、はい、そうですね、それもその民進党政権時代に、はい、基地問題で、はい、まあ、民主党政権時代に基地問題で、はい、いわゆるその匿名で、はい、これもだから総理匿名でその基地問題に対してアメリカに施設を送っている最中に最低でも県外って言ってズタボロでしたね、いわゆるその裏交渉で言ってたその2人は面目潰されて、はい、あなたたちが言ってることと
お宅の総理が言ってること違うじゃないかって言って、それでぐちゃぐちゃにしちゃったんですよね。まあ、それを安倍政権になって立て直していくっていうのは、もう段階をどん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 って、こう一歩一歩こう積み重ねていかないといけないので、本当ですよね。初めはもういろいろその、あの政権幹部の方にお話を聞くと、はい、もう民主党政権でズタボロにアメリカとの信頼関係が壊れてたので、はい、で初め政権交代で、いやもう我々は、うん、あの以前の積み重ねもありますけれども、はい、こうしっかりとやっていきますからって言っても、初めは信用されなかったそうです。もうそっからあの時代ですね、暗黒の時代がありましたよね、本当にところまで。だからもう沖縄の方にも迷惑をかけてしまってるわけですよね、そういうようなめちゃくちゃな外交によって。ね、沖縄が迷惑かけてる気持ちますけどね、本当に。沖縄に対してもあの、ね、鳩山由紀さん、ああだからね、大迷惑をかけてますけど、日本国民全体に迷惑かけてる。そうなんですよ。今もなんかのね、いろいろあの方言してますけど、もうどうにかなりませんかね。お口チャックしてもらいたいんですけど。宇宙人とか書いてますけど、はい、本当に宇宙人なんだろうな。本当にね、もう同じあの日本国民としてちょっとよ、元総理とは思えないような発言しますからね。なんかこう、付き合いをしてる人は、いや人はすごくいいんだよって言うんですけれども、それとこれではやっぱり別ですよね。大体僕あの隣のね、カメラに行って、はい、衆議院アウトの前で土下座してた。まあ、だから本当にね、もうなんてことをしてくれるんだ。もう本当に、本当に言葉ね、放送なんで悪いんでしょうけど、はい、こいつはバカかと思いました。いや、私もそう思いますよ、本当に。いや、何考えてるんだと思いますよね。だから修学旅行に韓国連れてって土下座させるんですよ、子供たちを。もう先生たちもね、もうあれがあるから知ってますよ ね、本当に悲しいですよね。こんなことしてか、だからいかにトップリーダーがね、もうそれこそ市町村もそうですけど、お国も大切かっていう、ね、もう近々あのもう今度日曜日ですけど、この浦添市もありますけどね、まあ、結果どうなるのか分かりませんけども、ね、はいはい、浦添市民の方も本当に浦添の未来を考えてる方も ね、あのにしていただかないと浦添が大変なことになります、はい、ちゃんとこの方たちが、お二方がどういう考え方でいて、どういう経歴が、やっぱり口だったら何とでも言えますけど、やっぱり何をやってきたかっていう、口で言って政権を取ってしまった、はい、ね、民主党、はいはいはい、あれで日本ズタボロですから、はい、すいません、私も入れてしまいました。ゲンちゃん先般です。いやいや、あの頃はでも私左だったんです。まあ、あのあれですね、選挙の話になると、うん、公正法に引っかかってきちゃうとあるんで。そうですね、あれですけども、まあ沖縄にももう私2ヶ月に1回とか、はい、多い時は1ヶ月に1回来るわけですけれども、はい、宮城、まあ私地元宮城ですけれども、はいはい、からすると本当に羨ましいですね。これだけの、はい、いわゆる、まあ、あの振興予算が入ってきてです、ね、はい、そうですよね、これだけいわゆるその公共事業も行われていて、はい、で、まあ、あの賃金水準という問題はあるかもしれないですけれども、やはり働く場はあるわけじゃないですか、はい、でまあまあ、あのさらにというようなところは当然これは政治の使命としてやっていかなくてはならないわけですけれども、やはりそのなんでしょうね、その政権与党が今しっかりしてますので、うん、そういったところでですね、はい、沖縄のこういろんな、はい、あの首長さんとかですね、そうですね、まあ、あの尾長知事は、まあ、また政権与党とは意見の違う側ですけれども、はい、まあ、しっかりとその政権与党とですね、うん、あの歩調を合わせる自治体に対してはですね、うん、しっかりとそういったところも考えお考えになるでしょうから、はいはい、まあ、だからこれだけ あのこう交付金いただいてて、はい、で沖縄県民にこの使い道が全然伝わってない、うん、だからいかにこのインフラ整備を沖縄県が他府県に比べてどれだけ立派なこう道立派な施設があるかという、ここを伝えないから。本当ですね。でもそこだけは僕も今和田先生も、ね、はい、沖縄に来て本当にびっくりしたのは、例えば市役所もそうですし、公民館もそうです、体育館もそうですし、はい、あの内地では、はい、あんな立派な建物は100万人都市とかしかないですよ。らしいですよね。だからここの辺はだからね、さっき富城の、 あの、はい、市役所の近くも通りましたけれども、はいはいはい、仙台市役所の方が、はい、あの役所より、はい、3倍ぐらいボロいですよ。もうだってあの震度7来た ら、 あら、あの大丈夫かっていうような、いわゆる疑問がつけられてる仙台市役所、はい、今100万都市ですけれども、はいはい、だから私たちは沖縄県民は、足元をちゃんと確認して、どう今あの沖縄県がどんなに恵まれてるか。だから私に言わせれば、今こそ下手すると世界一幸せな沖縄県じゃないかなと思うんですけど、それをもうかき乱してる方たちがいらっしゃるじゃないですか。
もうね、これなんとかやめてほしいな。でまあそれにまず洗脳されて信じてる沖縄県民の皆さん、ちょっと真実調べてくださいな。本当に情けないよ俺は。まあですね、他県の状況とかも見ていただければ、はい、本当ですよね。ですけれども、まあ、私はあの国土の均衡ある発展というものを、はい、あの考える方ですけれども、うん、地方創生の現状を見てると、うん、やはりそれなりにあのいろいろな地方の創生はやるんですけれども、やはり勝ち組という、まあ、負け組は作るべきではないんですけれども、はい、いわゆる勝てるところというのが多分出てくると思うんですよね、はい、私はその一つは沖縄だというふうに思っていて、だからこそもっとその沖縄振興というものは私やってですね、はい、でそこに産業があの、うん、さらに発生したりだとか、はい、観光客がもっと来ることによって、うん、沖縄が良くなることというのは日本全体の税収というのに当然貢献するわけですから、はいはい、私はその投資効果というものは当然あるというふうに思うんで、はい、でまあ何でしょう、公共事業を批判する人はいますけれども、はい、まあ、基本的にその経済活動を生み出す公共事業であればそれはリターンがあるので、うん、はい、まあ、だから被災地の防潮堤とか、私はその巨大防潮堤とかは批判してますけれども、はい、人が高台移転して住まないところにそんな300億円とか作って防潮堤作っても何も経済活動を生み出さないんですよね。だから道路は、うん、まあ、あの環境破壊になってはいけないですけれども、うん、しっかりと作ればですね、そこの道沿いに経済活動が生まれるわけじゃないですか、ね、はい、まさにその沖縄の姿っていうのは、うん、今そういったことがあのさらに必要なのかなというふうには思いますけれども、うん、まあ、これも今政権与党がしっかりとそういう考えでですね、うん、やろうとしてますので、はい、まあ、ただあんまりその知事が対立事項を煽るとっていうようなことだ、本当ですよね。だから本来ならやっぱり沖縄県も日本国の一県ですから、はい、やっぱり日本国政府ともううまくお互いにね、こう持ちつ持たれつで行ってくれれば沖縄県もっと発展すると思うんですよ。まあ、なんなんでしょうね、うん、その、まあ、私のずっと、うん、教えを受けてる方が、はい、琉球空手の先生なんですけれども、はい、琉球空手から流れ奥の先生なんですけれども、はい、その先生がよくおっしゃるのは、うん、まあ、沖縄というのは、うん、昔に武器を捨てて、うん、いわゆる素手で戦う、いわゆるその 無用の争いを避けて、はい、まあ、戦う場合も素手でというようなことで、はい、まあ、まあ、なるべく戦わないようにということで、うん、まあ、琉球空手というものが発展したんだ、はい、まあ、それはその、うん、いわゆるその当時の王のですね、はい、刀狩りであったとか、はい、そうではなくて自主的に捨てたんだみたいな話はありますけど、まあ、それは諸説ありますが、はい、まあ、そういうような状況で基本的にはその 和を持って尊しとなすという精神であるわけですけれども、はい、結局今その外から、はい、その成田闘争とかでもう戦ってた人たちがこちら側に入ってきたように、ね、はい、たくさんこう入ってきてますよね。過激派というか、はいはい、そういった方々、はいはい、私それをテロリストと呼んでますけどね。いや本当に私の口からそこまではなかった。いやいや私は言いますよ。本当にで、いや、はい、だから辺野古行った時も、はい、それこそ沖縄の言葉喋ってる人は少ないわけです。そうですよね。標準語ですとか大阪弁を喋ってる方が多くて、だって和田先生手話場合で演説した時に暴漢に襲われましたよね。いわゆる活動家たちが私をその突き飛ばしたりだとか、はい、腕を叩いたりだとか、はい、引っかいたりだとか、本当ですよね。だからです、ね、あれがだから まあ、沖縄の現実なんですけどね、はい、だからそれを、はい、沖縄の、はい、ほとんどのマスメディアが、はい、もういいようにしか報道してないじゃないですか。だから87歳だか 8歳だからの活動家の おばあちゃんね、おばあさんに、はい、うち その一緒に行った叩かれましたよね。スタッフがもう顔面張り手されて、はい、鼓膜が破れるんじゃないかぐらいなところ で、はい、でそれでまあそれも被害届出てるわけですけど、はい、出てますね。まあ何でしょうね、だからそれこそプラカードの角で顔面つかれた、はい、我々のスタッフもいるわけで、ね、本当ですよ。いやもうだからその何なんでしょうね、うんうん、その我々はそのなんていうかある意味話し合いにっていうか、あの時の演説の主眼というのは、はい、こんな違法テントをやって、はい、そのギャンギャン対立を煽るんじゃなくって、うん、もういわゆるこういった違法的な行為はやめて合法的にやってもらえれば、うん、もっと皆さんの支持も上がるんじゃないですかみたいな感じで言おうと思って行ったのですが、はい、行った瞬間にチーってなって、ね、本当にね、いわゆる殴る蹴るというような話ですね。大変でしたよね、あれね。もう委員長、はい、そちらのスタジオの、はい、沖縄の希望の星、
はい、ガナハマサカ。あ、マサカちゃんいらっしゃってる。え、ゲストに来る。多分収録。多分収録あるんですよ。あ、そうですか。はい。はい、あ、はいはいはい。さすが。ガナハさん入れないからで。あ、で、マコちゃんもしあれだったらで、ね、はい。まあ、だからそういう意味ではあのこうもう真実が沖縄県もう伝えられてないという。そうですはいはい、なぜなのというこの疑問がありますからね。だからそういうところをちゃんと伝えるべきは伝えて、やっぱりこうおかしいところ、私たち沖縄県法治国家日本国の国民なんですよ、まあ、だから対立を煽るとか、うん、はい、その何でも反対っていうのは、うん、本来の沖縄県の方々の寄付ではないと、はい、ないですよ、はい、でもうこれは公安調査庁のレポートにも出てますけれども、はい、いわゆる中国が、うん、あ、世論工作、分断工作を沖縄においてやってるっていうことは、もう公安調査庁が公式に、はい、もう認めてるわけですね、報告書に明記をしてるわけですよ、はい、ま、だこれ、ね、いわゆる公安調査庁がここまで書くっていうのは、はいはい、実は、うん、どうとでも取れる時というのは、はい、法務省に属する公的機関なので、それは書かないんですよ、はいはい、書いてるっていうことは、はい、それ以上のことも、うん、よっぽどの証拠が揃って、はい、裏付けが取れてるからこそ、はい、そういうふうに発表するわけですよね。そうですね、はいはい、なので不思議なのは、うん、まあ、これの宗教だけだったら、はい、まだね、ハングルのプラカードがありますからね。もうね、僕らももう4年ぐらいになりますけど、もうハングル最初少しだったんですよ。今やどん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 ハングルがもう氾濫して、大事、何ここどこって思いますよね。いやもうなんかそういう意味では情けないですよね。だから本当に非暴力のこう反対活動ってこう歌って言いますけど、とてもじゃないですよね。もう暴力集団ですから。本当にそこはなんとか本当に。いやまあもうだからその事実として、ね、いわゆるあれですよね、政治活動というものは実は本当は非常に守られていて、はい、しかも現職議員が街頭で演説をする権利というのはもうこれは現行憲法上も保障されてるわけですよね、はい、でそれをいわゆる自分たちと違う意見だからっていうことで暴行をするっていうのはこれはもういわゆる、はい、もう憲法を重んじない、はい、根本から否定してますよね。根本からもう否定する暴力革命的ですよね、はい、で、はい、思想で、うん、でそれをいわゆるその辺野古で抗議活動している活動家たちは、はい、やれその機動隊がこう静止したりすると、ああ殴られたみたいな感じで倒れるわけじゃないですか、はいはい、だってこう車の下に潜り込んでこう妨害するじゃん、あれこそ高いですかね。もうそれこそだからもう本当に逮捕 してほしいんですよね、はいはい、だからこれこそだから法治国家日本国としては許されない行為ですから、まあ、ですが本当にもういたずらにこう対立を煽るんではなくて、それでもう活動する時もですね、これは合法的にやっていただかないと、いわゆる無法国家で暴力も OK ということになってですね、もうだってすごいじゃないですか、都会でそのそうですね、国 の沖縄防衛局の、はいはい、もうね、職員の方をね、もう本当にね、はい、もうあれこそ本当にもう暴力代表の組織ですよね、まあ、ですのでそういった現状も、うん、例えば沖縄の琉球新報、沖縄タイムズさんにはですね、はい、ぜひですね、はい、しっかりと伝えてほしいですし、はい、でも、はい、私が暴行されたのも現場に2人、うん、いますよ、それぞれの記者いたのに、新聞記者いますよ、はい、一言も書かれてないですか、ね、はいはい、だから新聞記者はだからテントの、はい、彼らのテントの中にいるんですよ、はい、まるで一対かって感じで憲法を守れという、はい、ことを、まあ、琉球新報とか、はい、沖縄タイムズさんが述べられてるわけじゃないですか、うん、であれば、はい、いわゆる政治家が政治活動として述べてることを、ねはい、いわゆるその、はい、正当な権利として認められてるものにですね、うんはい、そういうような、はい、ことをやるっていうのはですね、まさに憲法違反なので、はい、そういったのは、はい、ジャーナリズムは私戦うべきだと思うんですよ ね、 そうですね、言論に対する封殺なので、はい、だから、はい、そういう意味ではだから、沖縄の西には、はい、もっと正確な情報を伝えてほしいなと思うんですけどね、はい、じゃあここでですね一曲郷ひろみさんの歌をお届けしたいと思います。ハリウッドスキャンダル聴いてください。はい、突然ですが今ガナハマサコちゃんが収録に来てるので捕まえて今ちょっとお話をしてもらおうと思ってます。ガナハマサコちゃんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやいや、和田先生持ってるよね、捕まえる引き寄せの法則素晴らしいようなね。去年も宮城に来てくださって、ああだから、はい、そのお話もちょっとね、宮城県行かれてね、僕宮城県まだ行ってないんだよ、はい、そういう意味ではね、
だからもうどう行動してるかなと思っていつも気がかりなんですけどね。あの沖縄の返還の、うん、本土復帰の、あのにも携わった末次一郎先生の門下の、はい、生が真珠会という会をやってます、ね、はいはい、宮城真珠会の方で、はい、一度あの末次一郎先生の銅像を、はい、磨きに来た時に、ガナハさんのお話を聞かせていただいて、でそれで呼ぼうっていうことだったですよね、確か、はい、はい、そうですね、中で毎年来られてるんですよね、はい、そうですね、はい、清掃されて、それでその会が全国あちこち、はい、あちこちありますね、はい、はい、でそう、仙台まで行ってね、仙台の隣町の太和町という、はい、ところまで来て足を運んでいただいてありがとうございました。皆さんすごく喜んでました、ね、これだけしっかりした方が、向こうの方の名前が好きで、あもう癒されてしまった旦那さんって言われたらそれがすごい好きなんです。でもみんなさ、あのまこちゃんのこの名古屋まり、はい、みんなね癒されるって言ってる。でもほらもう本当だから壇上立った時にピシッと変わるじゃない。まあ、そういう意味ではね、うちの、 あのジャンヌ・ダルクですから、ぜひどうぞ、はい、いろんなふうに、はい、ご活用よろしくお願いします。あの今度今度講演会、告知の講演会あるよね。はい、ありがとうございます、はい、あの来たる2月の18日に、うん、沖縄の宜野湾のフェストーネっていうところで、うん、緊急講演会ということで、うん、日本の心を大切にすると杉田水脈先生が、はい、あのいらっしゃってですね、うん、で要するに今のニュース女子っていう番組が、はい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 、炎上してるんですが、うん、まあ、やっぱりあの内容はもう我々からしたらもうすでに知っていたので当たり前のことなんだよ、はい、でそれに対してその BPO に訴えだったりとか、そういうのは全く違いますということで応援の声を上げようっていうことで、ああそう、素晴らしい、はい、だって何癖つけてるあれ全部真実さ。そうなんですよね。だんだんってほら自分たちの墓穴ってさ、ブーメンが大きくなってくるじゃん。いやいやいや、全国ネットにどんどん出ちゃったんで、変わったでしょうね、向こうでしょうね。だからまああれなんですよね、私全部見てないんですけれども、はい、いろいろな経緯を聞くと、うん、ちょっとまあ表現の仕方が、はい、交通費で支給してるのを、はい、日当って言っちゃったりとかっていうところはあったりするんですけど、はい、まあただおあれじゃないですか、大枠では、はい、いわゆるその事実というものはあるわけですよね、はい、あります、はい、はい、だって文書もあるからね、そうです、ね、5万円あげますっていう、はい、交通費で沖縄に行くのに5万円って言ったら、はい、どう考えたって余りますよ、余りましょう、余りますね、本当ですね、いきなりでなるそうなんですよね。ねえ、だからそういう意味ではだからあいやだから本当に自分たちで自分たちの墓穴を掘ってるというのがありがたいなと思って今、逆に、まあ、私が一番思うのはですね、うん、これはやっぱり内容的にも、うん、沖縄あるいは日本全体の国防に関係するつながるものなので、うん、それに対して、まあ、外国人が政治活動を違法で禁止されているにもかかわらず、うん、そういうふうな主張を日本人じゃない人がやるっていうこと自体が、うん、まずはあのおかしいんじゃないかなと思ってまして、うん、そうだよね、はい、うん、だって新聞今全面にこの外国の方がね、はい、乗っけてるけど、ね、何をしてるのって思うよね、まあ、いろんな意見はあってもいいんですが、うん、でもやっぱり誰が何を言うかっていうのは大事だと思うので、うんうん、やっぱり我々 あの国益と全然関係のない人が国防に一番関係することを、まあ、真逆のことを言うっていうと、うん、我々県民は、うん、いやいやって言わなければいけないんじゃないかなと、やっぱり思ったこと言えるような沖縄県にしたいよね、はい、もうこの言論を2つなんかもうね、言ったら自分がこうやられるっていう、はい、このね、こういう感覚なんだ、やられても大丈夫ですよ、でもね、現在ね、僕、はい、あの那覇でね、はい、あの仕事の関係で若い子たちと話したことがあって、はい、それも18歳、19歳、20歳ぐらいの子たちなんですけど、はいはいはい、そしたらガラハマサコさんに会いたいって、はい、だろうね、みんな言いますよ、で、ま、マコちゃん会いたいってやろう、ネットの中でやっぱり見てて、うん、で言ってることがすごくもっともだと、はい、で私は沖縄県民としてガラハさんが言ってることに賛同してると、あら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 、でそれは本当19、18、19、20歳ぐらいの子ですよ、はい、わー、ありがとうございます。あれでも去年2月でしたか、それこそ若手の人たちにあのアッキーに、はい、あの集めていただいて、はいはい、それで居酒屋で、うん、あの語ったんですけれども、ね、はい、いわゆるその実際に
辺野古が、うん、どうなってるのかということも、はい、その那覇に住んでる人とかも分からなかったりして、それで新聞報道だけを見ると、うん、いわゆる地元の方が積極的に参加してんじゃないかみたいなことを思ったらしいんですけれども、うん、実際は違うっていうことを聞いて、はい、そうなんだっていうようなこと でそこであれですもんね、はい、やはりそのなんていうか若い人たちは今のその沖縄のもうこういう分断の状況でいいのかっていうようなことをまあおっしゃられてましたけども、ね、うん、はい、そういう意味ではだからマスコちゃんはもう若いし、だからそういう意味では若い人たちへの影響力すごい強いんですよ。だからもっともっとだから沖縄県でもうマコちゃんの講演会なりお話す機会をどんどん作っていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ、ね、やっぱりスマホの時代なんで、うん、若い子みんなやっぱり携帯で田中さんの発言を見たり聞いたりしてるので、うんうんうん、ぜひ国連乗り込んでいったね、そうですね、もうなんかそういう意味ではもうこれからもっともっといろんな形で県外に出てほしい、そうですね、一材ですからね。もうね、時間があまりないとおっしゃったんで、収録あるんでね、収録の時に引っ張り込んじゃった。せっかくもう一回その2月の中で紹介してください。内容をぜひ告知お願いします。もう一回、はい、ありがとうございます、はい、2月の18日土曜日に、うん、沖縄から、ニュース女子の番組を見て、まあ、県民が本当に伝えたい真実を皆さん一緒に考えましょうということで、うん、集会を開かせていただきます、はい、で、杉田水脈先生っていうも、元衆議院議員の先生が、はい、まあ、ご講演をしてくださいまして、うん、そしてそのニュース女子に番組に出たこの番組でも同じのボギー・テトコンさんと、はい、そして、東村在住の与田圭司さん、はい、与田さんとそして私が登壇させていただきたいと思っております。場所と時間を抑えて、はい、場所は宜野湾のコンベンションの斜め向かいにあります、うん、フェストーネ、フェストーネ、はい、フェストーネですね、はい、時間が、6時半スタートになります、うん、はい、皆さんぜひ、はい、これあれですか、そのいきなり会場に行ってもいいんですか。あ、はい、会場にぜひ来ていただければ、はい、ただ席がですねそんなに多くはないので、ね、早物勝ちっていう感じで、あとは会費は、会費とかある、はい、はい、参加費が500円となっております、はい、安いな、500円なもんですね、はい、500円でその話は聞けるって最高ですよね、はい、なんといっても杉田先生美人ですいや自分持ってよ、自分持ってよ、バコちゃんもうびっくりしました、私もう、あ、そうね、もう今やもうまこちゃんでまさこさんで来るよ。特にね、これ聞いていただいてる若い10代の方とかね、20代前半の方がいらして、はい、特に女性の方はぜひね、はい、2月18日6時半、はい、宜野湾のコンベンションの前のフェストーネ、はい、ぜひ、はい、で杉田水脈先生と金濱雅子さん美しいのが2人が揃いますからね、国連乗り込んでって戦う2人の日本の至宝ですね、はい、はいはい、本当に衣装しなくごめんね、これから収録があるので、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、18日よろしくお願いします、お願いします、ありがとう、はい、頑張ろうね、ありがとう、はい、ありがとうございます。いやー、いいですね、こんな若くて綺麗な子がね、国防のことを話してくれるっていうのがね、もうやっぱり沖縄の宝ですよ、そう、お父さんがすごいんですよ、お父さんが、まあ、だからね、そういう意味ではやっぱりこう家庭内本当にそういう話がうまくみんなの家族で話して、ね、うん、育ってるんですよ、まあ、そうですね、だからこれメディアがいけないんですけれども、はい、うん、そのいわゆるその基地反対、はい、まあ、その声は当然あるわけですけれども、はい、そのいわゆるなんて言うんでしょう、うん、過激な部分とかを削って、はいはい、さもその地元の方々が粛々とやってるみたいな使い方をメディアするわけです、はい、ますね、でもそうではなくて、いわゆるその暴力的にやられてる部分とか、うん、そういったものもしっかり伝えるべきだし、はい、あとはそのガナハさんのように、うん、いや沖縄の方は沖縄の人々はああいった反対一辺倒ではなくって、うん、しっかりと、はい、アメリカと もう手を携えて、ね、国防を考えないといけないんですよっていう風な、うん、人も、うん、だからメディアで取り上げてくださるのって産経ぐらいですから、他のだから朝日とか毎日も平等にガナハさん の声を取り上げるよというふうに思いますけれども、はい、ね、取材来ないんですよ、まあ、本当にこちらのダメ西と、はい、本土で言えば朝日一緒ですからね、はい、最近朝日よりこっちが過激っていう私ですよね、まあ
私はメディア出身で、まあはい、こういう立場なので、はい、そのダメとかは言えないんですけれども、その事実をしっかりとありのままに伝えるっていうのがまずメディアの第一義的責任なんです。でそれをやらないので、それはメディアの在り方としてどうなんですかっていうことは、私はあの過去においてもいわゆる自分に取材しないまんま、はい、あのなんていうかその被害届出したこととか、はい、いわゆる私が出したのではなくて、いわゆる一緒に行ってくれたボランティアさんが、はいはい、そちら、いや被害を受けた人間が、はい、あのいわゆる被害届を出すので、それなのにあのなんかあの私が出したみたいな、そんなふうにようなあの、まあ、いわゆる構図で読めるような方になっている、取材しませんからね、だからそれはおかしいでしょ、はい、しっかり取材をして、はい、私は取材は全部基本的に受けるの で、はい、で取材をしっかりとしてくれれば全部話しますよと、はい、でだから取材してくださいよって言ってで言ってるのに来ないですよ、ね、結局沖縄タイムズさん来なかったですか、来ないですよね、優等さんはここでは取りに来たんですけども、本当にね、はい、そういう意味ではあの、だから沖縄県 の、 あの本当にあの私もあの7年前まではあの新聞を読みテレビを見てましたから、 あちら側 の、 あの感覚だったんですね。でもやっぱりインターネットという素晴らしいあの、はい、武器があります。これをですねこう使うとあの調べると、あ自分の立ち位置がはっきり分かるわけですよ。あれ俺はここが立ち位置正しいと思ったのに反対側に立ってる、崖っぷちに立ってるっていうのが分かって、それからやっぱり目が覚めましたからね。そういう意味ではやっぱり沖縄県民 の、 あの中高年、中高年の皆さん、うん、本当に頼むよ、もうインターネットやってちょうだいよ。だから子供や孫からね教わればいいさ。で、ね、本当にキャプションアーブ の、 あの問題とかこうキーワードかけると出てきますから ね、 ね、チャンネル桜沖縄の声見たらとんでもないぐらい出てきますからね。これ見ていかにあの沖縄のこう現状伝わってることが全然違う方向に伝わってるか、これはね、ぜひ気がついてほしい。まあですね、その基地をその整理縮小していくんであれば、はいはい、これもう番組の冒頭の話になりますけれども、いわゆる外交的に段階を踏んでいかないといけないわけですよね、これいわゆる現状として、うん、あの残念ながら即時なくなるということはありえないので、はい、うん、まあ、私の考え方としては将来的にその日本国は全て日本人の手で守るっていうのは、そうですね、それはもう自粛は、まあ、それにはやっぱり何十年か時間かかりますけど、でそのためにはやっぱりこう今あのトランプ大統領が、ね、就任してからあのやっぱりこう国防に対してもう本当に真剣に考えて、やっぱり沖縄がこう東洋の要、もう肝心要なところだっていうのを分かってますから、そういう意味ではあの基地縮小なんか今はないよ反対の皆さん縮小ないよまあまあただ今現状やはりその中国が尖閣に対して挑発を出してきてるっていうのは、はい、そうそうそう、これはその沖縄の皆さんにもぜひ危機を持ってもらいたいと思っているのは、はい、彼らの作戦というのは、うん、まさに台風シーズンに起こそうとしているわけですけれども、うん、はい、船が難破しましたということで、はい、いわゆる武装漁民を、はい、尖閣に上陸させるわけです、うん、でもこの漁民というのは、はい、軍事訓練を受けてますね、兵士ですよね、これはもうあの欧米のメディアでもですね、はい、いわゆるその訓練の様子とか写真撮られてかかってるわけですけれども、はい、でいわゆるその人間が上陸をしていくと、うん、でそうすると海上保安庁がいやいやあの上陸はやめてくださいということで行くわけです、はいはい、でそこで小競り合いになったところで、うん、いわゆる中国海警局が出てきて、はい、で海警と海上保安庁でがあのぐちゃぐちゃになったところで、はい、自衛隊が治安室のなりをそのやってやらせることが彼らの目的で、うん、はい、そうするとその海域にいわゆる中国海軍が、うん、あの人民解放軍海軍が入って、はいはい、でそこでここは紛争地域なんですよということを国際社会に認識させるっていうのが彼らの手なので、うん、はい、でもこうなってしまうと、うん、こう非常にこうかすめ取られる危険性というのが増えます、うん、はい、ある意味でもあのこの、ね、尖閣についてのあのこの、昨日でした、あのこの日本とアメリカとの話し合いでこう両方で尖閣を守るという話がありましたんで、私もいろいろフェイスブックとか、はい、ツイッターブログにも書きましたけれども、はい、本来は、はい、尖閣は日本固有の領土なんで、そうなんですよ、それ日米安保の対象だっていうのは当たり前なんですよ。そうなんですよね。ただ中国に押し込まれてしまっているがために、はい、わざわざ確認しないといけないという状況で、これはあのサラミスライス戦略っていうんですけれども、うん、サラミをスライスするように、はい、どん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 、はい、いわゆる
まあ、中国はもうずっとその3000年とか4000年の歴史の中で、はい、あの周りの国は属国に使用するような、はい、拡大させていくんですよね、はい、そうですもうだからじわーりじわーり拡大していって、はい、まあ、俺のものは俺のもので、はい、隣のものも俺のものって、はい、全部俺のものになってますからね、はい、今ね、まあ、そういうような状況なので、はい、もうですので、まあ、これもちょっと言っちゃっていいのか分かんないですけど、はい、中国軍機の性能が、はい、ものすごく上がってて、はい、自衛隊がまともにやった時に勝てるかどうかっていうところまで実は来てるんですよ。あ、そうなんだ。だからこそあの今回の第3次補正予算で F-35 の購入というものを、うん、最新鋭の戦闘機を入れるっていうこともやってきてるん で,、はい、でまあ、だからこれ日本の周りの国々が、うん、日本人と同じように平和を愛する国民であれば、うん、まあ別に軽武装でもいいわけです。そうなんですよね。ただ、はい、隣の国がもう3000年4000年の歴史の中、はい、周りの国々を征服をし属国化をするということをやってきて領土拡大してますもんね、はい、で今もそれをやろうとしている国であるがゆえに、はい、国防はしっかりとしないといけない。そうですよね、はい、だからもう僕らも前から言ってですけど尖閣に俺たちこう住まわしてくれないかなっていうかもうだからあれですよ、もう日本人がいれば手出せないじゃないですか。今もう離島もこうなんていうんですか、誰も住んでないから、うん、あこんなふうに揺れてますけど、まあでもね、でも分かり間違ったらですよ、はい、離島でも、はい、あの日本のね、まあ、沖縄県民の方が住んでるところって、はい、下手したら取りに行かれないんですからね。ですよね。だからオスプレイの駐機場を作ってもらってそれであのなんかね、もうそういうふうにやってくれたら24時間あの、ね、上からちゃんとこう映像を全世界中に配信して、もうそういう形でもう実質的にもうね進まないといけないんじゃないのかなと本当に思うんですけどね。まあ、ですのでその、まあ、私もずっと沖縄来て沖縄の方の声を聞くと、はいはい、やはり沖縄の方は本当に沖縄をこう良くしていくためにどうしていくのかっていうことを考えているのに、うん、はい、まあ、あの基地反対運動に活動家が入って、うん、いわゆる反対のための反対というか活動家のための基地反対運動みたいな形で、はい、そうですよね、はい、地域の方のことなんか考えてませんもん、はい、はっきり言って辺野古の方々も困ってましたからね。困ってますよ本当に、はい、だってあの、キャンプショアブの米兵とこの辺野古の方たち11班として本当に仲良く交流してるんですよ、うん、行事とか、はい、もうお互いに出入りをしてそこに土足で関係ない人たちが、うん、もう暴力的に来るじゃないですか、うん、もうやめてよお願いだから。あの5月 の, その辺野古で私がその活動家たちに暴行を受けた時に、はい、まあ、それにひるまず最後まで演説やったわけですけども、はい、ただその演説やってる途中で、うん、黒いサングラスしたブルドッグかなんか、なんかあのかなりいかつい犬を連れたあの人がこうテクテク道路を昔の演説してる、はい、渡って道路を渡って反対側のところに来て、はい、で私の目の前に私の方を向いて座ったわけですよ、はい、でやばいなんか怖い人来ちゃったと思って、はいはい、あの活動家 の, あの本間物の人来ちゃったのかなと思って、はい、でまあちょっとあの様子見ながら演説してって、はい、で演説がそのひとしきり終わったところで、はい、その人その立ち上がって、はい、私の方に向いてパチパチパチと拍手してスタンディングオベーションして犬連れて帰ってったわけですよ、はい、でいわゆるその辺野古の方なわけですよ。で、あの多分後ろ の, あの違法テントの中にいる活動家の人たちも多分その人が誰だかって分かって、はい、分かってますよね。だからもういわゆる違法テントの前にドカッと座ってこっち向いてたのに、うん、なんかその人に対して誰も嫌がらせた声かけないわけですよ、はいはい、まあ、だから辺野古の人もああそうなんだなっていうふうな形で見てたわけですけど、はい、ね、だからそういう意味ではだからのこう、まあ、最初のこう、こうあれですよ、あのこう、きっかけは地域住民のためにっていう、まあ、普天間基地もそうだったんですけど、地域住民のために俺たちはやってるんだよと言ってるんですけど、でも地域住民を今度無視してやりますからね、もう地域住民を今度罵倒しますから、なんかの抗議したら、はい、まあ、だからそういう意味ではね、何のためにやってるんだろう。なんか最近だからもう基地反対というよりももうなんかイデオロギー煽ってるような気がしますけどね。もう、まあ、だからね、オスプレイに向けてタコ上げたりとか、あ、だからあれなんかもう本当に手の行為ですよ、見えないですよね、はい、まあ、だからその、ね、うん、まあだから普天間の危険を除去するんであれば、はい、もうやはりその辺野古しか道がないの で,、はいはい、でまあ、私はそれを恒久化するかっていうところはしっかりと考えていかなくてはならないわけですけれども、うんうんうん、一旦辺野古に移して、
でその後こうまたそこをどうしていくかと、はい、いうことを考えていけばですね、うん、そうですね、普天間基地はスポッと帰ってくるわけですよ、はい、そうですよね、もう、はい、まあ、だから、はい、普天間基地帰ってきてほしくない、返したくないっていう人たちがいるんでしょうね、うん、まあ、営利関係で全般的には基地は縮小していかないといけない、そうなんですよ、はい、まあ、それはあの沖縄県民の思いでもあるし、はい、日本国民の意思でもあるんで、はい、まあ、だそこはその方向として、うん、政権与党も、うん、今安倍総理もですね、はい、そういうことは思ってるわけですので、ですので、そこにこういたずらにこう対立を煽って、うん、でまあ、やるっていうのは、はい、果たしてそれが沖縄県民のためになるのかっていうことが、私は、うん、いわゆる沖縄の政治家には言いたいですよね。そうですよね、はい、うん、だからある意味本当にもう落ちすべきは、なんかもう辺野古の方々も、もう普天間がそんなに危ないんだったら自分たちはもう容認しますよと、うん、はい、でその代わりちゃんとその辺 の、恩恵は認めてくださいねっていう、はい、そういう流れになってるのに、そこにもう本当にもう訳のわからんことを大騒ぎしてるじゃないですかね。これただその、ね、まあ、宮城とかでも話を聞くと、はいはい、いや沖縄がそんなに負担を持ってるんだったら、はい、米軍基地宮城に持ってきてもいいよっていうような、はい、人たちもいるんですよ、はいはい、でそれは当然そこにいろんなその経済的効果が生まれるありますよ、はい、で言うんですけれども、はい、やっぱり対中国っていうことを考えた場合、はい、やっぱり沖縄なんですよね仙台とか、はい、あっちの方に置くわけにはいかないので、時間の問題によるとやっぱりそこの時間が大きいですもんね、すぐこう、行けるっていう場所がやっぱり地理的な、ところがやっぱり沖縄県なんですよね、はい、まあ、だからこれはそのなんかよくその戦争をする国にするんじゃないかみたいな感じで、うん、まあ、野党の一部勢力が言うわけですけれども、はい、そうじゃなくてそこに脅威があるので、そう国民が死なないために、いわゆる国の守りを固めなくてはならないわけ で、はい、で何もだって私も自衛隊の仲間結構いますけれども、はい、もうだって仲間が死んだら嫌ですよ、私も。そりゃそうですよね、おっしゃる通りですよね、死なないために、うん、やるわけですから、はい、だからちゃんとやっぱりこう国防をしっかりしとけば、喧嘩はふっかけきれなくなりますよね。そうです、今だから甘いから、はい、こう乗っ取れるんじゃないのっていう感覚で今来てますからね、まあ、ですので本当はその巡航ミサイルをですね、はい、まあ、撃ち込まれた時に確実にあなたのいわゆる執務室だとか、はい、家族の家は破壊されますよっていうこのミサイルをこっちが持っとけばですね、はい、相手は怖くて撃ってこられないんですけども、ね、これも今の憲法上は、はい、一応法理上は可能なんですけれども、はい、まあ、専守防衛なので、はい、まあ、できないというような政府の見解なので、はい、まあ、だから舐めないんですよ ね、うん、だから結局GHQ が作った法律を未だに70年以上ってこう大切に守ってる日本国民って何だろうかなと思いますけどね、もう本当に今こう日本にこうもう当てはまる、もうそういうね、法律を変えないと、平和を守るためには、はい、今 その憲法でいいのかっていうような、はい、まあ、だからこれはその、まあ、あえてまあ中立的に述べると、うん、その平和を守るときに、はい、じゃあいわゆる完全に戦争放棄で守れるんですかっていうことも含めてですね、はいはい、どっちが国民の命を守るんですか。だからそれこそ憲法改正の帝国議会で、共産党の野坂三蔵はこんな9条をこんなんで国守れるんですかみたいなことを演説でやってるわけですよね、国会の場でですね意味を知ってるわけですね、はい、だからやっぱりこう、あれですよね、こう私たち日本国民にとって、はい、なんてベストのやっぱり法律に今変えるべき、だから逆にあれですよ、戦後もういろんなところから日本国にもうスパイ工作員たくさん入り込んでるじゃないですか、組織に隅々まで、はい、これこそ本当にスパイ防止法も適用配布作って、うん、それもそこからちゃんとクリアにこうしていって、やっぱりこうね、日本国こそもう綺麗にこう一致団結するわけでね、スパイやりたい放題ですから、もうだから、ね、本当にね、もうもうひょっとしたら隣にいるんじゃないスパイって本当に思いますもん。あとは秘密保護法って、はい、できたじゃないですか、はいはい、これでなんか国民が監視されるんじゃないかとかっていうような、はい、むちゃくちゃな論が ありましたけれども、はいはい、これ実は、はい、国会議員と国家公務員に対する秘密保護法なので、はいはい、でこれ我々も理を正さないといけないんですけれども、はい、メディアが来たりすると国会議員とか国家公務員とか、はい、いわゆる秘密に当たるようなこともポロッと言ったりするんですよ。あ、これこそ止めなくちゃ。米軍も、はい、軍いわゆるその共有化したい軍事情報とかを、うん、軍事的に有益なものとかを、うん、
うん、今まで日本政府に提供してこなかったんですよ。行ったそばからもれるんで、あ、なるほどね。だからあの法律の名称も、はい、その国家公務員と国会議員等に関する、はいはい、まあ、党をつけるのかあれですけども、秘密保護法ってやれば国民も、あ、我々は関係ないんだ、はいはい、実際法律の立て付けはそうなので、そうですよね、はい、だってもう重要なこう秘密が相手国に漏れたらそれはまずいですもん、うん、はい、それをそのいわゆる誇張して国民全体が監視されるだとか、うん、で今回 の、 あのテロと準備罪に対するいろいろなその法律に関しても共謀罪だとかって言って、はい、そうじゃないだろうっていう、うん、テロを防止するために、はい、そこにいわゆるテロリストたちがその準備行為をいわゆるお金を集め始めたとか、はい、そういった時に、はい、じゃそれをシャットアウトできるようにっていうようなことで、はい、でもあれですよね、日本国って今この緩いあの体制でいろんな国からテロリスト入ってるでしょうね。僕心配なんですよ、うん、本当にこのままでいったら大きなこう騒動が起こらないかなという、いわゆるその必要なのは国民の断固たるそのテロは起こさせないという意思なんですよね、はいはい、まあ、ですのでそうではない人たちが当然世論工作には入るわけですよ、はい、だからそれをその本当に国を守るためにはどうするのかとか、はい、テロを起こさないためにはどうするのかとか、沖縄を良くしていくためにはどうするのかっていうことを、その今いろんなインターネットによって、はい、賛成意見も反対意見も含めて見られるようになってるので、うん、それをしっかり見て判断していただければ、はい、と思いますね。偏ったもう意見ばっかりを取り上げてる場合じゃないよ、沖縄で本当に頼むよ、うん、もうちゃんと、ね、お互いいろんな意見があって、その中から自分が、ね、今おっしゃったようにメディア選ぶっていう、メディアに言いたいのはその、はい、いわゆる事実をありのままに伝えるということをまずやってください、はい、それがいわゆる報道の基本ですということですね、はい、うん、あとその政治家に言いたいのは、うん、その対立をその煽らない、で、いわゆるその反対は反対でもいいんですよ、はい、じゃあその先に何をやるんですかということも含めて、はい、いわゆる落としどころがないのに反対をしてもダメなんですよ、ね、ね、対立は煽るんだと。またあれですよね、私ぜひまた沖縄県に来られたら、はい、ぜひゲストで参加していただきたいと思います。勉強になりました ね、 ね、本当にいい勉強をさせていただきました、はい、ね、もう時間がないのでここで終わらせていただきますが、もっとお話聞きたいまたお待ちしてます、はい、ぜひまたお越しください、はい、今日は本当にありがとうございました。皆さんまた来週お待ちしてます、はい、お聞きください、ありがとう。